オルテンベルクは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属す市である。オルテンベルクは、ホーゲルスベルク山地の南の市脈沿い、ニッター川の谷の海抜141メートルに位置する。ビューリンゲンの北西約8キロメートルにあたる。オルテンベルクは、北はニッタ、北東はヒルゼンハイン。 東はケーデルン及びケーフェンローと、南はビューディンゲン、南西はグラウブルク、西はランシュタットと境を接する。オルテンベルクはベルクハイム、ブライヒエンバッハ、エッカーツボルン、エコルダーバッハ、ゲルンハール、リスベルク、オルテンベルク、ゼルタース、ウーゼンボルン、ビッペンバッハの各地区で構成されている。オルテンベルク地域に石器時代から入植地があったことは、 考古学的に証明されている。鉄器時代には、ケルト人がこの地域に住んでおり、その後ローマ人が続き、さらにフランク人がこの地に住み着いた。オーバートーはかつてのマルク・グラウブルクから、ラントゲリヒとオルテンベルクが発展した。オルテンベルクの現存する最も古い記録は、1166年のオーテンバーチであり、1176年の記録も残されている。これには、 ベルナーフォン・オルテンベルクとハインリヒフォン・オルテンベルクの名前が挙げられており、オルテンベルク城がこの頃すでに存在していたと推測される。オルテンベルクが市場開催権や都市権を公式に獲得したのは13世紀半ばであった。1266年の土地の契約書には、オルテンベルクの立ち会い人について初めてバーガーと表現されており、 死壁もこの時代のものである。この二つの事柄は都市圏と関連付けられる。オルテンベルクは十分の一税裁判所、日本市、市場が開かれる周辺地域の中心となっていた。死壁については13世紀後半に建設されたオーバープホルテントゥルムが現存している。本市は中世から近世までアムとオルテンベルクに属していた。これは ベッテラウアーグラーフフェラインに加盟する三人の領主が構成する共同支配地であった。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたオルテンベルク1601年に共同支配地は実際に分割された。これにより、オルテンベルク市は概念上分割され、これらから再び共同支配地が形成された。二、三はシュトルベルクロスラ博に属して、 アムト・オルテンベルクとなり、1、3は、ハーナウ・ミュンツェンベルク博に属した。ハーナウ博家は、最後のハーナウ博ヨハン・ラインハルト3世の死によって1736年に断絶し、相続契約に基づいて、ヘッセンカッセル・法博領となった。1624年から1627年まで、市の北東部に位置する城塞で大規模な改築工事が行われ、 上官に建て替えられた。最終的に1775年頃に古典主義様式に改築された。首都上官は30年戦争で1634年にクロアチア軍によって破壊された。同じく1634年にマテウス・メイリアンがこの街を描いている。ハーナウの後にはヘッセンのアムト・オルテンベルクは1810年から ヘッセン大公国のドミニアールアムトオルテンベルクを形成し、シュトルベルク領部分は、シュタンデスヘルのシュトルベルク白領アムトオルテンベルクに属した。1821年に大公国は、ラントラーツ別力ニッタを創設した。これは1832年から、ニッタ軍と呼ばれるようになった。1842年に、中世の名残で、交通の障害になっていたモーニア橋が解体された。 1848年のドイツ革命により短期間であるがニッタ県が成立した。これは1852年に再びニッタ軍に戻された。1874年からオルテンベルクはビューディング軍に属したが、1972年のヘッセン州の地域再編に伴いベッテラウ軍に編入された。地域再編に伴ってオルテンベルクは以下の以下、 本校では便宜上、町と記述すると合併した。オルテンベルクの旧市長者2011年3月27日の選挙以降、オルテンベルクの市議会は31議席で構成されている。2000年からウルリケプファイハイフーイコールパントリングがオルテンベルクの市長を務めている。彼女は2012年2月26日の市長選挙で71.8%の票を獲得して、 対立候補のフリードリフ・ブラックマンに勝利し参戦を果たした。この選挙の投票率は42.9%であった。連邦道 B275 号線が市内を通っている。最寄りのアウトバーンのインターチェンジは A45 号線のフロールシュタットニダーイコールモックシュタットインターチェンジである。1888年10月1日。 ヘッセン大抗国に有鉄道とオーバーバルト鉄道とによってこの町は鉄道網に結ばれた。この鉄道路線は1975年に旅客運行が1984年には貨物運行も廃止されオーバーバルト鉄道の軌道はほとんどが撤去された。この軌道跡を現在フルカン自転車道が通っているエフォルダーバフハ地区とブライヒエンバフハ地区には 現在もラーン・キンチヒ鉄道の停車駅がある。オルテンベルクには活発な活動で広く知られるミュージッククラブがある。ジャズクラブオルテンベルクは伝統的なジャズを中心とした様々なスタイルのジャズコンサートを開催している。1982年以降多くの著名なジャズミュージシャンやバンドが出演した、例えばバレルハウスジャズバンドトレバー・リチャード・クラーク・テリー。 クライス・ジャズベル・カーシャフト・アンドローゼ・ナビンガー、ハーブ・エリス、レッド・ノーボなどである。マリエン協会記述の中世建築のほか、以下の建物が有名である。ありがとうございます。